はい、どうもー、はい、楽しみにしごはんの時間ですよ。ということで、本日こちらでございます。ありがとうございます。今日はこっちだよ、はい。なんだろう、揚げ物軍団。揚げ物軍団でございます。白身魚のフライさん。でっかいアジフライ1、チキンカツ1でございます。あ、ちょっと、上すぎたか。もう一回。あと、具沢山味噌汁。上すぎるか。上すぎるな。さすがにな。ちょっとごめんなさいね。ちょっと調整しますね。こんぐらいでどうでしょうか。こんぐらいでどうでしょうか。はい、いただきます。さあ、行きましょう行きましょう行きましょう。ちょっと待っててね。味噌汁行きます。あー、いいね、いいか。あ、今日オクラ、フ、ワカメ、オクラとワカメが一緒に入ってる味噌汁あんまないんじゃないの。いただきます。はい、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 おいしい、おいしい、あ、おいしい、あ、おいしい。今日はだいぶ冷めてというか食べやすい温度になってます。オクラです。うん、おいしい。一口このだからね、うちは。先に味噌汁作って置いてたんですよ。で、こっちだから。あー、美味しい。うん。ほんと好きだ。ほんと好きだ。あー、僕は好きだ。煮干しもそのまま入ってますから。今煮干しに攻撃されました。汁が好きなんですよ。汁が、ラーメンでもね、スープ汁が好きでね。お前最初に、はあ、はあ、逆でしたね。また怒られますね。こっちですね。汁ばっかの方から混ぜそばじゃねえかっつってね、怒られちゃったりするんですけど、そんなこと言ったりなんかしてる。一人で楽しんでる基準はでございます。白身魚ありがとうございます。最高です。美味しいわ。白身魚のフライ美味しいわ。うん。うん。うん。やっぱ美味しいわ。玉ねぎ、キャベツ、美味しい。うん、うん、このトマトの水分でまた食べやすくなるし、最高だな。
最高だね。結構夜はなるべくなるべくですよ、炭水化物は取らないようにしてるけど、こうやってなんて行く時もあるし、米パンを食べる時もある。そしてこうなってるわけですよ。これチキンカツ、ああおいしい。さすがに海のものばっかりね、白身魚と味こればっかりじゃまずいだろうってことでさ、一応念のためですよ、念のためチキンも仲間に入れました。正解。こうやってキャベツを食べてると、あ、たまに聞いた、納豆キャベツ食べたくなるんだよな。納豆キャベツ好きだからさ、見てこのガッパラ味、うん、大好き味、これいく、あれどこだっけな、東京のアジフライが有名なお店、行きたいなと思って一回調べたんだけど忘れてたの、名前どこだっけな、危ない、ああやばいな、調整してるけど、それともやっぱ先になくなっちゃう、これよくないね、よくない、ちょっとよ、ちょっと、うん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 、こんなの全然違う、全然違う、うん、そのままでも美味しいんだけど、ヤマサです、ヤマサ上級ですよ、上、上です、上、あれ塩分控えめだからね、何も考えないで買ってきたけど、俺はミスター健康だから塩分控えめですよ、うん、うん、
バランスもいいよ多分。野菜もたっぷりだし。楽しいかも。戻ってさ。油も取って。何しろ海鮮たっぷりだからね。最高だな。うん。最高っすね。ありがとうございます。いや、最高だ。あ、うん、これ、本当に。醤油きてるな。醤油きてる。ちゃんと醤油がきてる。あー無理か。うん。うん。明日晴れるらしいからね。曇りとか多かったけど。明日明後日晴れるのか。なあ今日。洗濯した。そういう予定です。あ、かけすぎた。ちょっとかけすぎた。醤油ってすごいね。
醤油ってどっから来たんでしたっけ。中国かな、やっぱね元は。そうでしょうね。でまた日本得意の独自の発展にしたんでしょうね。得意ですからね、そういうのが。感謝したね。あれだ。開封後、常温保存って書いてるわ。常温保存でよしってことですよね。冷蔵保存してくれるなってことじゃないですよね。多分ね、分からんけど。可能ですよ、なんだと。やっぱり。本当にすごいよな、この仕組み。前は違ったじゃない、やっぱ。醤油。酸化して味変わっちゃってね。だいぶ変わりましたよ。今これすごいよね。昔の人は、昔の人っていうか僕らでも驚くんだからな。まあ昔の人だけどさ、もっと昔の大先輩とか見たらこれひっくり返るよ。全自動洗濯機は初めて家に来た時に感動したもんね。なんか電子レンジもびっくりしたもんね。CD 出しかせもだよ。カラーテレビはあった。物心ついた頃から。ただサイズ感といってはなかったよ。でっかかったから。タンスみたいなもんだ。ちょっとした。奥行きも、ほんとすごくてから。こういう木目調のテレビを、ガチャ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 して。玉ねぎすげえ。懐かしい。
トランシーバーのおもちゃ買ってもらって、うん、ちっちゃい頃、本当にまだあちゃんもいる頃、すげえな、4歳とかだよ、よく覚えてるな、よく覚えてるな、黒と黄色の。それで弟と遊んだもんね。今じゃあんなの何も興奮しないでしょ。スマートフォンだなんだっつってみんなちびっこ持ってんだから。あの頃は興奮しましたよ。トランシーバーで。たまに泣く。音楽。すげえ、すげえ。ああ、あのトランシーバー久しぶりに思い出したな。楽々本って本当に楽々なんですか？どうなんでしょうね。年寄りでも簡単にできる？できるのかな。最後デザート、いや、おいしかった、あー、おいしかった、お腹いっぱい、揚げ物軍団白身魚のフライ4、4じゃない、今どう、大丈夫か、おい大丈夫か、木島、白身魚のフライ3、アジフライ1、チキンカツ1、今日もとっても美味しかったです、お疲れ様でした。頑張っちゃう。